こんにちは、そそぐくんです。今回はこちら道の駅カズのアントラーというところが北限の桃を使って限定醸造したビールピーチをやっていこう。はい、それではこちらピーチビール行ってみましょう。ものすごい濁っております。ものすごいピーチ、ピーチの香りがすごい。ホップの苦味もね、後からふんわりと追っかけてくる。ジューシーな IPA って感じかな。おお、甘酸っぱいけどガツンと苦い。最初マジ桃、桃の香りが広がって最後に残るのは IPA の苦味、ホップの苦味が最後に来る。ああ、これ甘くてジューシーだね。麦芽の、麦の苦味かな、これ。ほんのり感じるね。麦の香ばしさもちょっと感じられるかな。